エンフルヒは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーバイエルン行政管区のバイルハイムショーンガウ、軍に属す、町村であり、アルテンシュタット行政共同体を構成する、自治体の一つである。エンフルヒは、プファフェン・ビンケルのオーバーラント地方に位置する。この町は、公式には二つの地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落は、クビユーの方園フルヒのみである。 方フル日は、アルプスサギアマブにあり、レヒヒョウガの集大積のすぐ南に位置する。1785年まで、オーバードルフは、アウクスブルク市教本部に、ウンタードルフは、フィュッセンのセーマンク修道院の所領であった。やがて所領交換により、どちらの村も、シュタインガーデン修道院の所領となり、これによりバイエルン選定考領の一部となった。 シュタインガーデン修道院は1802年まで、ホーエンフルヒを閉鎖、ホー府マルクとして保有した。1818 18年に、現在の自治体が成立した。町長は、2008年の選挙以降、グントラム・フォーゲルス・ゲザングである。ホーエンフルヒのマリア・秘書天教区協会、ホーエンフルヒは、以下の観光連盟に加盟している。ありがとうございます。